ミチョクロ田和義です。ギターの成瀬明君です。よろしくお願いします。成瀬です。成瀬君はもう、いろいろうちのセミナーとかも手伝ってもらったり、演奏もよく一緒にさせていただいてますが、今活動的には、まあコロナもあるけど、どうですかね。コロナ前後で、ま、前でもいいけど、どういう活動が多いですか？活動は、ジャズのセッション的なライブとか中心に、たまにツアー出たりとか、あとは、どうでしょうね。歌番、インスト含め、何でもって感じですね。やっぱ歌漫が多いかな、なるせよ。どっちかというと。そうでもない。そんなイメージがあるのが多いですよね。でなんも、となく歌漫割たくと多い方かも。さん。そうね。歌漫をこう誘われるポイントとかやっぱあるのかな。なんかこう、この辺から誘われ始めた。そうですね。ポイント、イントロとエンディング、やっぱり、ああ、ちゃんなるほどね。と、イントロとエンディングがちゃんと提示できることと、あとは、その歌をよく聞いてるか聞いてないかっていうこととかですかね。歌のメロディーとかやっぱだいぶ覚えた感じ。そう、だいぶ覚えましたね。ものによっては歌詞とかも、ちゃんと見て、なんかそういうふうにしようって思ったの、なんかポイントがあったりするの。どうでしょう。もともと、でも歌が好き。僕、ロックとかから入ってるから、歌が好きっていうのはあって、で、やっぱり、ジャズの、アルバムも、インストからたくさん聞き出したっていうわけでもなくて、歌のアルバムから、いろいろ、例えば、ダイアナ・クラーの、割と初期の頃の、ラブシーンズっていうアルバムがあって、で、それにギターのラッセル・マローンとか、ベースがクリスチャン・マクブライドで、ダイアナ・クラールがピアノ弾いて、こう、ボーカルやってるってアルバムがあって、それめちゃくちゃ聞いたんですよあのアルバね。ムかっこいいね。みんな聞いてたよね、でも本当に。そうですね。ラッセル・マロンめっちゃうまいしね。めっちゃうまいっすね。うまい。すごいうまいっす。めっちゃスイングするし、こう。ラッギセタール、のコード弾くとか。あ、そう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 。ラッセル・マローンとベニー・グリーンの演奏はもう生で見せてもらった。僕、ベニー・グリーンはね、なんか昔ワークショップを取ったことがあって、で、シアトルまで行って、なんかワークショップに参加したことがあるんだけど、その時になんかいろいろ仲良くしてもらったんだけど、その時ラッセル・マローンとのデュオを見たんだけど、もうドラムいらんじゃんみたいな、こんなにビートが出て。2人でアルバム確か2枚ぐらい出てるんですよね。ライブ版とスタジオ版とだっけかな。それもよく聞きました、僕は。あれもかっこいいよね。かっこいいです。そうか。じゃあ、やっぱりこう歌がす、まあ、好きこそだよね。やっぱり好きだと、やっぱりこう、なんか探求したくなるもんね、やっぱり。そうですね。やっぱり、好きなものは上手くなるの早いっすね、やっぱり。ね、やっぱり。だからやっぱり、聞いてるから、あ、こういうふうにサポートしてあげようとか、だんだんこう、そういうふうに思いついてくるかな。そうですね。そうそうそう、ギターとピアノはイントロとエンディングができれば、すごい仕事増えるって言われるもんね。割とそうですね。中身は、ちゃんと小説守ってれば進んでいくから、ちゃんとイントロ出せるかとか、エンディング出せるか大事ですよね。それってどういう練習したの？いやーもう、たくさんいろんな音源を聞いて、どうなってるかとか、あとは実際それこそセッションに行って、上手い人がやってるの聞いたり、わかんなかったら今のやつどうやってやってるんですかって、こう、その、やってる人に聞いて、教えてもらって、っていう感じですね。でもそうだよね。ドラムなんかも、セッションでしょっちゅう、こう、今の曲何ですかとかよく聞いてたし、みんなで決めてたやつあれは何かって言ったら、あのアルバムがみんな有名だからみんなあれ聞いてて、あれやるよみたいな話になるよね、やっぱり。そうですね。そういうお決まりみたいなのが結構ジャズにはあったりするから、それを知ってれば別に。
難しいことはやってないですからね。知ってれば弾けるっていう感じだと思うんですけど。うん、ジャズの面白いところって、まあ、テクニカルなところをすごくみんな見がちだけど、意外とテクニックとかだったらフュージョンに勝てないもんね、全然。全然勝てないですよ。うん。僕、多分全然フュージョンとか弾けないと思う。俺もかっちりしたっていうか、うん、なんかこう、やっぱ歌をいっぱい聴いちゃうから、そこの歌の方に寄せちゃうじゃん。狙って寄せてるのは、そうですね。確かにこう、もうかっちりキープだけするっていうのは、まあ、もちろんやろうと思ったらできなくないかもしれんけどね。うん。でもなんか、やっぱりついついこう、うん、うん、歌の方に寄っちゃうというかね。それはやっぱあるよね。うん。やっぱ、うん、うん。歌のいいとこって、すごいこうシンプルでも伝わったりするから、うん、うん。ここはすごくいいと思うよね。うん。そうですね、うん、まあそんなにテクニックがなくても、うん、ちゃんと参加できるっていうか、うんうん、それにテクニックなくてもイエイって言われる方法はいっぱいあるもんね。そうですね、うん、確かに。まあタドンドンパンパンってドラムのフレーズを絶対俺最初に教えるんだけど、なんか、はい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 、それやるとやっぱりジャズのフレーズだからどこにでもハマるし、実際フォーバースってそれ2回やったらさ、うん、ドラムフォーバースなんだよね。タドンドン、タドンドン、タンタン、タタン、ジャンって結構いっぱいあるもんね、うん。なりますね、いわゆるジャズ語みたいなやつですよね。ジャズの、その定型文っていうか、うん。そういうのあるよね、うんうん。ギターとかそういうのあるの、なんかもうこれをやっと、もうこれをやっとけば定番みたいな。あー、でも、そうですね。どうだろう。やっぱり、ギターは、そうですね。繰り返しフレーズ使ったりとか、うん、タラタタラタタラタって、運指も、簡単なくせにこう盛り上がる、うん。ロックとかに比べると、だいぶ難易度低いんですけど、うん、それでもやっぱりこう、そういう繰り返すフレーズって盛り上がるし、うん。まあ、しっかりしたタイムで、たくさんの音じゃなくても、こうドゥ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 ってこう、それを何回も弾くだけで、やっぱり、イエイってなりますからね。ね、やっぱりそういうところですね。ジャズのいいとか、その歌が聞こえたらイエイってなっちゃうところがね、うん、やっぱりすごくあるね。で、タラシはもともとはじゃあ、ロック系だったじゃん。ジャズにしようって。そうですね。まあ、あれか、でも、デンベイさんとか、ポンタさんとか。ああ、そうですね。それもありますし、そのツアーっていうのもありますし、ジャズってやっぱ難しいじゃないですか。うんうん、単純に。難しいなって感じたんです。僕、ロックからやってる自分からすると。僕、MI ジャパンっていう専門学校に2年間通ってたんですけど、うん、ジャズってこう、なんていうか、その、ロックとかとまた違う。4ビートってやっぱジャズ、でしかほとんど出てこないし、うん、なんかこう特殊なジャンルのイメージがあって、そうだね。それがなかなかそう体に入ってこなくて、なんか難しいから、だけど弾きたいから、なんか弾けないのかっこ悪いし、弾きたいなっていうところからですね、僕は。ちょっと負けず嫌いなところが、ジャズはみんなそうだよね。こうそうですね、ま。なんか負けた感じがするんだよね、セッション行くと。うん。あの人弾けるのになんで俺弾けないんだ、みたいな。そんなにそういうのありました。そうじゃないのに、なんか、なんであれができるんだろうみたいなとこあったりするよね。うん。うん、そっか。そうです、そうです。うん、それでジャズ始めて。ね、俺が一番最初にやったのは、佐山さんが、佐山正宏さんが、名音に、なんか、うん、こいつ面白いからって連れてきたのが、一番最初だ。そうっす。そうそうそう。その時僕、多分なんか演奏しろって言われて、多分チョーキングしかしてなかったと思う。ちょうど22ぐらいの頃でしたね、僕。そうだよね。もう10年ちょっと前。ああで、なんだっけ、学生にもうちょっと行動ってくださいって言われたんだっけ。そう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 。当時、学生だったね。ああそうだった。某、ね、君に、そう。もうちょっとナルスさん行動ってくださいって言われて、そう、そっからもうなんか、やれコードトーンとか、いわゆるジャズのフレーズとか、そっからこう結構真面目にやるようになりましたね。なるほど。うん。めっちゃ、そういうのはやっぱり、なんかこう、俺もなんかやっぱりこう腹立つこと言われたことっていっぱいあって、で、その時は僕も、うん、
ね、金髪ロン毛だったし、もうヤンキー崩れだからさ、うっせえじじいとか言ったことがあるけど、なんかね、昔、森田さんってギターの人に、森田俊さんに、はい、いい音っていうのは、ドラムのいい音っていうのは、こう、音に芯があって、その周りにこう雪の結晶みたいにフワってなってると。音が混ざるっていうのは、この芯以外のこのフワの部分なんだけど、お前のは芯しかないんだ、みたいな。フォアがなくて、芯がでかいから。ああ。今言われたらすっごいわかるけど、その時にうっせじじいって言った覚えがあって。意味わかんねえって。いや、わかりますよ。わかんないっすよね。そんなこと言われて。確かに。ね、今は確かにすごくわかりますね。ギターでもそういうとこあるよね、絶対ね。確かに。あります、あります。もう確かにそうだ。あと、なんだろう。うん、演奏は影を見てるみたいなもんで、お前は手元だけしか見てないから、ここに映ってるのは違うんだ、みたいな。ここを見ながら、ここをいじるんだっていう話をされたの、今日、は?みたいな。いや、今聞いたらすごいわかるけど、こんなことあるわけないもんね。わかんないですよね。まあ、具体的じゃないけど、でも、わかんない自分のレベルが低いってことですよね、やっぱり。その、うん。やっぱだから、正しいアドバイスだったんだなっていう。いや、素敵なアドバイスだったから。だから、なんか、でも、その時、腑に落ちないことを、無理やりその影がって思っても分かんないから、どうせ後で気づくだろうな、ぐらいで、その時はあんまり気にしない方がいいって僕はよく言うんだけど、こうやって言われました、ああやって言われましたってね、聞くんだけど、それはさ、そんなの今分かんないよ、絶対、そんなのって、ふうに思ったりするけど。ジャズこう、もう今だからもう ほぼほぼジャズ一色でしょ?だからもうロックとかやってない。やってる?あ、まあ、ポップスはたまにやってますね。たまにあるけど、うん。で、ジャズでこう今どっぷりこうやってやってて、まあなんか今まで自分で一番、過去最大のしくじりって何ですかね?なんだろう、もういっぱいありますよ、そんなの。だって、ワン、ツー、スリー、フォーで始めて、アンプの電源入ってなかったり。アンプの電源入ってなかった。それがスタイルなんだそういえば。そう、ありましたよ。別に黒田さんとのライブでありましたよ。まあ、全然、あと、イントロ引き出したら、それこそ歌番ですけど。うん、ええ。そうそう、歌番でキーが全音違ったり全然ある。いやー俺思い出すだけで恥ずかしい。もう、オーケストラの2派でなんかフルオーケストラもジャズオーケストラじゃなくてもう弦とかも入って50人編成ぐらいで指揮者がいるやつで、で始まって俺しばらくずっと違う譜面を見てて全然違うことやってたっていうのが、まあリハだったからよかったけど、もう顔から火が出るかと思った。いやもう全然本番でもありますからね。なんか初めて、アナルスさんその曲違いますって言われるの全然ある。今でもやってますよ僕は。まああるよね。結構ちょこちょいなんで。ああ、うん。まあね、まあ遅刻とかまあそういうのは俺もね、やっぱ忘れてたとかね、ライブ。リハで電話かかってきて、忘れていったとかっていうのもやっぱあるしね。あと、ドラムセット忘れていった。ないって聞いてたのに。積んでたつもりで行ったら、ドラムセットなくて、みたいな。では、ロックキー、ドラムセット借りたとか。あと、ピアノトリオで行って、コンサート、学校コンサートで、ピアノトリオで行って、はい、行ったら、ピアノがなくて、キーボードも聞いてたみたいなんだけど、書類には書いてたんだけど、ちっちゃく書いてあって、だから、行ったらキーボードがなくて、で、しゃあないから、ちっちゃいミニキーボードでリハして、で本番ギリギリ5分前にキーボードレンタルで間に合ったっていうのもあるかな。でもそういう時大体間に合いますよね、なんか。そう、なんか間に合うんだよね、そういえば。確かに。そう。間に合わなかったってことないんですよね。すごいですよね。スタートあんまり聞かないもん。ギリギリセーフっていうのが多いね。まあ、そうですね。しくじったって言ってもね、キーが違っても、まあ、お客さんで分かる人ってどれぐらいいるだろうなって感じだもんね。確かに。確かに。
そっか。まあ、そのね、その他別に演奏中の間違いなんて、もう日常茶飯事だし、うん。まあ、でも、ごまかす方法は、なんかこう、どんどん、ごまかすというか、間違いからなんかこう、アクシデントからこう発展させるみたいな方法は、どんどん、膨らんできましたけどね、自分の中に。うん、そうだよね、確かに。うん、まあ、なんか、そういう意味では、こう、今でもみんな間違えるし、そんなね、細かいことを、結構みんな、初心者であればあるほど、意外と些細なことでみんな、こう、なんていうかな、こう、気にするよね。うん、気にしてましたもん、僕も、でも。うん、ああ、なんかうまく弾けなかったとか、なんかライブ全然ダメだったとか言うと、うん、気にしてましたけど、まあでもしょうがないですよね。そういう日もあるし、別にみんなでやる音楽だから、まあ誰か一人がダメでも、みんなでこう助けながらこうやる音楽だから、全然それでも OK みたいな感じしますけどね。そうだね。うん、そうだ、俺は結構、うん、そういえばカウントしなきゃいけないけど、曲をよく知らなくて、違う曲のカウントしてしまったりとかして、曲はもうイントロでやっぱりもうちょっとこれは無理ってなって止められ、あれは恥ずかしいよね、あれは。ああ、俺だってあれですよ、4拍子の曲3拍子でイントロ出してたりとかしましたよね。ああ、わかるわかる。3と5は間違えるよね。5拍子やった後で3やるといつの間にか5になってるとか。ああ、わかるわかる、めっちゃわかります。そうだよね。うん、まあ、そういう意味では、なんかこう、長いことやってきて、こう、いっぱい失敗してるけど、なんかこう、今、こう、ジャズでこう、やっぱり僕のね、メルマガとか読んでくれてる人は、やっぱみんなジャズでセッション行くの怖いとかなってるけど、うん、セッションってそんな、どうだろう、俺なんかもやっぱすごくセッション一時期行ったけど、うん、なんか、今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。